民社党は、かつて存在した、日本の政党、民主社会主義、右派社会民主主義政党である。1960年1月に日本社会党の西尾須上広、片山明、水谷長三郎ら右派の国会議員が、活動方針をめぐる、党内構想の結果、離党して結成された。結成時の党名は、民主社会党。 1969年11月に解消し、1994年12月、新進党の結成に伴い解散した。1959年6月の参院選敗北の総括と60年安保闘争の運動方針をめぐって、同年10月に、社会党右派の西尾末広派が日本社会党から、脱党。 さらに同じ右派の川上上太郎派の一部も同調し、立党。1960年1月に民主社会党として結成。西尾末宏が中央執行委員長に、曽根松が初期長に就任した。決闘時は、衆議院議員21、参議院議員12人が参加し、その後も断続的に参加者があり、最終的に衆議院40人。 参議院17人となった。1969年11月に民主社党に名称を解消した。民主社会主義に基づき、混合経済による福祉国家建設を掲げ、共産主義に対する強い敵意を特徴とした。自らを国民勤労者の党と規定し、参加する福祉、減量経営のための公務員削減、観光労のストライキ規制などを主張。 当初は中流なき安保を唱え、後には、日米安全保障条約のより一層の強化、長方期発言で、自民党政権に解任された、クリス・ヒロウミ元統合幕僚会議議長を支持して、公認候補にするなど、有事立法制権を掲げて、自民党以上に、右翼的、高派的であったと評されるも、その一方で、憲法第9条改定については、反対して、 野党色の保持を図っていたアメリカ合衆国中央情報局が自由民主党有力者や社会党右派を指すとみられる左派恩恵勢力に資金提供し民社党結成を促していたことが2006年7月18日アメリカ国務省の外交資料集で公開された決闘までに7万5000ドルの資金援助がありその後も毎年同程度の援助があったが 1964年に打ち切られたという。他、財界の支援を受けており、経団連が献金していた。ただし、経団連は自民党の10分の1という枠を設けていたため、基本的には労働組合からの支援額が割合としては大きかった。左右の全体主義と対決を主張し、福祉国家建設、中産階級国家を理念としていた。 党が掲げる民主社会主義とは革命を否定して大義性民主主義を通じて労働者の権利を護、福祉増進を行い合法的民主的に社会主義の理想を実現していこうとする立場であり西欧、北欧の社会民主主義政党の理念を手本に自らを国民政党と規定した。国際面では各国の社会民主主義、 民主社会主義政党が参加する社会主義インターナショナルに加盟した。決闘時は5年以内の政権獲得を目標としていた。左右の全体主義との対決とは共産主義とファシズムに反対するという意味だが特に反共を優先し日本共産党を厳しく批判した。当時は日本社会党もマルクスレーニン主義を色濃く残しながら 社会民主主義を掲げ始めており、その違いを強調するために、民社党の掲げる民主社会主義と社会民主主義は違うと主張した。外交においても同様であり、ソ連を求断する一方で、韓国、僕正規政権やスペイン、フランコ政権など反共反訴で一致すれば、権威主義的な体制も支持した。ソ連と同じ共産党独裁国家でも、 中ソ対立から当時米国に接近していた中華人民共和国に包中団を派遣して民社党は日中関係の正常化を阻む反動勢力と対決して戦うとして一つの中国を支持する共同声明で日中国交正常化に一役を担い地理クーデターによる新自由主義的なピノチェト政権成立の際に民社党代表として チリを視察した塚本サブロー大義士が同空デターを天の声と絶賛するなど設立経緯から CIA とつながりを持つ民社党の新米姿勢は鮮明だった。なお日本社会党はソ連、中国、北朝鮮、ベトナム、キューバなど東側諸国の独裁国家に神話的だったが社会主義インターナショナルや西欧。 北欧の社民主義政党は反響であると同時に、これらの軍事政権や、開発独裁政権などを、支持しない姿勢を示していた。また、要求で、マルクス・レーニン主義の総評や、統一労組に対し、反全体主義、反共の労働組合である全日本、労働組合会議を、支持母体とし、1964年に、全労会議が全日本労働総同盟と改組された。 あとも支持協力関係は続いた。国の重要な安全保障を担う防衛や電力業界とのつながりが密で、そのため民社党も防衛力維持や原発推進に熱心であった。決闘当初においては安保改定に反対するなど、防衛問題では社会党右派に近い立場にあったが、日韓基本条約の批准では自民党に同調。 さらに民社党ブレーンだった、老山正道らがまとめた、日米安保肯定論が発表された1968年以降は、自衛隊合憲、日米安保維持、国会の常任委員会として、防衛委員会の設置を主張するなどの方向に、動いた。1970年代には自衛隊合憲確認の、国会決議の必要性や有事法制の整備を、唱えた。また、 1986年に政府の国防会議を開組し安全保障会議を設置する際にはその名称を国家安全保障会議とするよう唱えた。欧州社民主義政党と同じく軍備を否定しない立場は防衛関係労組とのつながりがあったことも要因となった。また政府の集団的自衛権解釈を疑問的と言い切り憲法上は 公使が禁止されていないのだから、政策論として、公使容認も含めた国民的議論を行うことを政府に呼びかけていた。憲法への姿勢は、民社統計五県団体、新五県を設置するなど、五県の立場を取り、1960年代前半の内閣憲法調査会への参加も見送った。ただ、選手防衛に立つ自衛隊は、合憲との立場を取り、 社会党との違いを示した。1992年には論権を前提に党内に世界平和と憲法問題特別委員会を設置し、翌年3月の同意委員会の中間報告では憲法9条2項を改正し、自衛隊、文民統制の明文化や国際貢献の必要性を提言したが、支持労組の反発もあり、会見が 党の方針となることはなかったが、戦術の通り集団的自衛権の行使は、憲法上可能との立場をとっていた。一方、五権団体だった、新五権は、民社党回答後、論権会議を経て、現在は、会見団体となり、総権会議に衣替えしている。なお、総権会議は2005年2月に、総権を考えるための提言書を発表を。国旗。 国家の名文化、再軍備による、積極的な国際貢献、徴兵制禁止、首相権限強化、会見要件の緩和などを提唱した。同年10月、この提言に基づき、総見会議新憲闘草案を発表した。党政は、決闘直後の1960年11月の、衆院選で40から17議席と大きく落ち込んだ。 その後、しばらくは20から30議席前後で推移。1970年代以降、公明党、新自由クラブ、社会民主連合の中道政党が新調するとともに、これら諸政党と協力する姿勢を取った。特に公明党との公民協力は広く行われたものの、成果を出すまでには至らなかった。 そうした中でも多党化傾向が進展した1970年代後半から1980年代半ばにかけて統制回復に決実。1983年12月の第37回衆議院議員総選挙では追加公認を含めると衆院で決闘時の統制に迫る39議席を獲得した。中道結集こそが1976年12月。 1979年9月、1983年12月の衆院総選挙で自民党を過半数割れさせる原動力だったとも指摘されている。それに気づいた自民党は1980年6月、1986年7月に衆参同日選挙に打って出ていずれも対象する。これは同日選にすることで参院で、 選挙協力が成立しても、衆院の選挙区では議席を争うことになり、勢力結集が極めて困難になるためである。社会党とは何度も和解の試みがなされ、選挙協力も言ったが、民社党は、原発、日米安保容人を要求するのが常であった。社会党は、民社党、公明党の要求に添い共産党と距離を置き、中道左派による、 野党連携を取ろうとした。これを社公民路線と呼ぶ。しかし、民社党と公明党は1970年代から国体政治を始めた自民党の田中角栄らとの連携を築いたため、自己民路線と呼ばれた。1987年の連合結成により、社交民3党は再び接近し、1989年7月の参院選、 1990年2月の衆院選、1992年7月の参院選では、社公民協力のため連合による連合の会統一候補が立てられたほか、社会党、民社党、社民連の歴史的和解と再統合も議論された。しかし、各選挙で社会党が慎重、逆に民社党は惨敗し、連合の会統一候補も民社党系は軒並み落選した。 このため両者の関係悪化は決定的となった。1989年参院選直後の内閣総理大臣指名選挙で与野党逆転した参議院では社会党の土井高子委員長が指名された。決選投票では野党の多くは共産党も含め土井に投票したが民社党は白票を投じた。1993年7月の 第40回衆議院議員総選挙で自民党が過半数を割り、同年8月、社会、新生、公明、日本新、民社、先駆け、社民連、民会連の8党派による細川内閣が発足して、民社党は初めて与党となった。民社党委員長の大内慶吾が厚生大臣に就任し、入閣した。続く、羽田内閣でも大内が、 交渉に留任したが、発足直後に、社会党が、連立政権から離脱し、羽田内閣は、少数与党政権に転落。わずか2ヶ月で退陣に追い込まれ、自社差連立政権の村山内閣発足により、民社党は10ヶ月で野党に転落した。同年12月、新進党決闘により、回答し、約35年の歴史に幕を下ろした。35年間、 ついに決闘時の議席数を超えられないままであった。なお、新進党への公明党、総価学会の参加に反発した塚本三郎、大内慶吾らは、新進党に参加せず、自民党へ入党した。旧民社統計勢力は、新進党への合流にあたり、新党に社会主義インターナショナルへの加盟を求めたものの、却下された。 公明党との距離をめぐって党内に対立があった。西村英一、佐々木良作、長瀬栄一などは公明党との連携を主張し、中道新党構想を提唱したり、社交民路線を目指したのに対し、春日和幸、塚本三郎、大内敬吾などは公明党と距離を置き、自民党と連携しようとした。公明党との連携派は、衆議院中選挙区制の下で、 同じ選挙区に公明党候補がなく、公明党の全面支援で議席を得た議員が多いのに、対し、公明党と距離を置いたグループは、同じ選挙区で公明党と議席を争った議員が、多い。ただ、1970年代以降、民放両党間の一部で、選挙協力を行い、中道勢力の連携を図った。1985年4月、党委員長となった。 塚本三郎は民社党の党名から社会主義を連想する社の部分を外し民主党などに解消しようとしたが、春ス和幸、佐々木良作らに猛反対されて実現されなかった。長瀬が委員長になると我々はソーシャリストの集団ですと言明し原点回帰を目指したが、米沢隆氏らは民社の社は社会ではなく会社の社と反論した。 大内敬語委員長時代も、透明から、社を外し、民主党などに変えようとしたが、古参幹部や学者、同盟系老祖の反対でとんざ。それに代わって、大内は、民主社会主義、社会主義の文言を極力使わない手法を用い、社会主義離れを図った。社会主義を避けたがる勢力と、あくまで民主社会主義の政党をはたらんとする勢力に二分された、ことが、 この党の性格を曖昧で分かりにくいものにした。このため、ブレーンの学者の中にも民主社会党ではなく民間会社党になってしまうとの嘆きが聞かれたこともある。その一方でこの曖昧さが共産主義にも資本主義にも組みしない独自路線であるともいえ、また、総科学会という後ろ盾を持つ公明党との差別化がなされていた。 1990年代の政党の離合集散、民社党会党と同時に、政治団体、民社協会が結成され、大半の議員が新進党に合流。新進党会党後は、多くが、新党友愛、民主党、民進党を経て、国民民主党に参加した。一部、自民党に移籍した者もいる。民社党全国青年部は、 国際社会主義青年同盟に加盟していたが、民社党の回答後は民社ユース2001と解消した。2003年に解散し、養子加盟権のみを検証し、民社ユースとは無関係という形で、社会主義青年フォーラムが結成された。なお、社会主義青年フォーラムは、2005年7月から9月にかけて、旧民社系の役員が、ジニニア脱退し、 他の役員に交代その後、2006年1月のチリ大統領選に関する声明でチリ社会党候補ミシェル・バチェレの当選を歓迎し、1973年9月11日のチリ社会党サルバドール・アジェンデ政権に対するアウグスト・ピノチェとのクーデターを民社党が擁護したことにつき誤りであった旨を公式に示したが、 その後2008年3月の臨時総会をもって解散した。民社ユース末期から解散にかけて構成員の大多数は民社人権会議に結集、以前から取り組んでいた北朝鮮による日本人拉致問題をバックアップする運動に参加した。国会では2016年の第24回参議院議員通常選挙で直島正幸が2017年の 第48回衆議院議員総選挙で、川端達夫と高木義明が引退したため、民社党での国会議員歴のある現職議員は、柳田実のる参議院議員のみとなった。民社党での党員歴のある現職国会議員には、無所属の柳田の他に、新、国民民主党の河井隆則、自民党の山谷恵理子、高木慶、立憲民主党の渡辺天音 熊谷博人がいる。最初に北朝鮮の拉致疑惑を国会で取り上げたのは、1988年1月の衆議院本会議における当時の民社党委員長、塚本三郎の代表質問である。その後も、西村慎吾や荒木和弘など旧民社党関係者が積極的に拉致被害者救出のための活動に取り組んでいる。また、 民主党政権発足後は、拉致問題担当大臣に、中井博士、柳田稔、中野寛生、田中慶州と、旧民社党の出身者が就任した。その理念は、民主社会主義に基づき、資本主義を改め、左右の全体主義に対決し、個人人格の自由な発展をもたらす社会の実現、である。そのための改革の目標は、政治の秩序、 経済の秩序、社会生活の秩序、教育と文化、国際秩序にあり、この変革を通じて、福祉国家を建設する。特に外交と安全保障については、自主独立の立場から、自国を守るためには、最小限の自衛措置を必要とする。西洋の社会主義政党が参加している、社会主義インターの反共産主義の立場を取る、議会制民主主義に立って、 暴力の連鎖になる革命論を否定。階級を超え、すべての国民に支えられる国民政党にならなければ、政権党にはなれないと主張。国防に対する現実的な路線、自衛隊の存在の肯定。院外の大衆運動は、議会政治の補完、政党と労組との関係に節度を保ち、相互の支配関係を否定。 野党の国際活動に自制的態度を取り、いわゆる超党派外交を推進。責任に野党路線を強調。1978年運動方針では、白中時代の野党に対する要請は、その決断と行動が国民生活や政府の重要な政策決定により直接的な影響を及ぼす事態が増大し、がって政党間の思想的。 政策的総意の存在を前提としつつも、その総意を強調し合うことよりも、お互いの共通点を追求することによって、国家や国民の現実的利益を守ろうとする立場に立つ、ことであるとされている。国家と国民にとってプラスであれば、与党提案であったとしても、民社党は推進するのである。これについて、梅沢昌平教授によれば、与党自民党にとっては、 単独採決で押し切ったのかどうかが気になるところであった。世論を押し切って一党だけで強行したというのはまずい。少なくても外国との関係では最悪のパターンとなる。そこで民社党が審議に応じてくれるかどうかに強い関心があったようだ。と評論している。条約の締結においては自民党だけでなく 野党のうち一つが賛成することが外務省の省役になることもあり、自民党外交部から重宝された時代でもあった。牛歩戦術の否定。あくまで政権交代を目指すことを維持。決闘時に、政権を取らぬ政党はネズミを取らぬ猫のようなものであり、ナンセンスであると、西尾末広委員長は演説したが、万年野党を批判し、政界再編を目指す。 ただし、共産党との共闘は排除する。公明党との本格的な選挙協力を展開。これは、公明党の協力なしでは当選できない議員ができたためである。有事法制の整備。1978年、クリス・ヒロミ党幕僚長の発言を受けて、陸海空の三幕僚長を聴取し、有事法制の整備の先頭に立った。当時、自衛隊は、 有事でも、交通信号を守らなければならないといった、信じられない状況が続いていたのであり、そこで自衛隊員を守るための法整備に着手したのが、民社党である。勤労者の福祉国家建設構想を維持。消費税法案は、条件闘争とし、法案成立を認める。その条件として、サラリーマンへの課税変調を是正する、税制案を引き出したことで知られる。 また、弾力条項を導入したのも、民社党である。昭和天皇崩御に伴い、民社党は、日本の伝統の要である皇室に対して、最大限の敬意を表した。マルクス主義の言う、国家悪理論を否定するとともに、ルソー流の国家論を否定し、ラスキの多元的国家論に接近。権力機構としての国家自体は、何らの道徳的価値を持つものではないことを、 党の基本原理としており、マルクス主義に対抗している。また、国民共同体である国家の存在を重視するので、安全保障政策も現実的路線を重視するようにと、理論的に導き出していた。非武装政策を否定し、現実的な平和論によって立つ。そのため当初は、日米安保体制に消極的であったが、次第に積極的評価へ転換する。 産業政策を推進し、石油ショックという問題に対応して、特別立法を制定。自由市場を優先の自民党、国有国間の社協と異なり、自由市場を基本としつつ、政府が外部不経済を補正するという路線を取る。教育臨庁を提唱し、中曽根内閣時に推進された。大学基本法を提唱し、教育基本法を改正。 謝罪外交を批判。老人保険法制定に賛成。老人医療の安定化を目指したが、この点では、社協から攻撃を受けていた。大きな政府から効率的な政府への転換。小さな政府ではなく、行政改革による効率性を重視する。ただし、党として、新自由主義を肯定したことはない。民主社会主義の理念は、自由、公正。 U.I. の理念であると定義。社会主義インターが1989年に定めた民主社会主義は自由、社会正義、連帯を求める国際的運動であるという定義に合致している。英国労働党に習い、第三の道を模索する。これは多元的な政治思想の模索なのであり、全てが一致することはない。むしろ、全てが一致することは、 おかしいと認識するのが民主社会主義の思想的系譜の伝統であると、真部貞樹教授が端的に民主社会主義の理念を記している。タブーなしの憲法論議の推進。ただし、さすがの民主社党も憲法改正については、党内はまとまらず、改正論議はタブーししないに止まっているとある。なお民社党出身の川端達夫は2017年に、 憲法を変えさせてはいけないということ。憲法を子や孫の代まで引き継いで手渡したい。と述べているが、民社党と語る会の創建主義との間に齟齬がある。 非武装中立路線などの幻想的政策を排除して、現実的安全保障政策を推進。1992年、国連のカンボジアへの PKO 派遣について、自由民主党、民社党、公明党の3党で2年近くかけて、法案を成立させた。対する、社会党は、憲法違反として、牛歩戦術を採用した。 しかし、民社党は、国際貢献のためには、人的貢献が不可欠であること。その中心は、自己完結できる、自衛隊以外にはないこと。憲法条文にも、国際社会で名誉ある地位を占めたいと思う、とあり、憲法の精神に合致することを理由にして、PKO への自衛隊の派遣を政府に要求したので、ある。民社党は、総研、公明党は、 家権を当然としていた。政策研究フォーラムの法律学者や民社党と語る会のメンバーが総権会議を作り、新憲法草案を平成18年に発表している。民主党の旧民社党議員によって構成される総権会議により、 新憲法草案が公表されている。これは、国を作る憲法を作る、新憲法草案という題が付され、市販されている。全文と、序章、計11章116条で構成されている。序章、第一章天皇、第二章権利及び義務、第三章立法権、第四章失政権、第五章司法権。 第6章憲法裁判所、第7章財政、第8章地方自治、第9章改正、第10章最高法規となっている。日本型第3の道を求めてという章では自民党の憲法草案との比較がされている。1965年国会に常任の防衛委員会を設置するように働きかけ26年をかけて、 1991年に実現している。シビリアンコントロールを確立した。1968年、自主防衛の五原則を発表し、1970年に中曽根防衛長官が専守防衛という概念を採択した。1978年、有事法制度の整備を要求し、 25年をかけて2003年の武力攻撃事態対処法として実現した。1985年防衛予算の総額明示方式を採用し、当時 GNP1% 枠内に押し込められていた防衛予算の拡大を達成。政府解釈を変更して集団的自衛権を行使できるようにした方が、 良いのではないかという提言を民社党と語る会より受け、党の方針の一つとした。憲法改正については、さすがの民社党も、憲法改正については、党内はまとまらず、改正論議は、タブー視し,しないに止まっているとあり、議論が待たれる。民社党は、文化人が関わることが多かった。 1962年4月には、人生劇場を描いた、尾崎志郎、日本ミュージカルの草分けを担った、菊田和夫、NHK の長寿番組、国会討論会の司会を務めた、唐島吉蔵、平林太鼓文学賞でおなじみの平林太鼓など、文化人たちが、民社党を励ます会を発揮している。平林太鼓は、民主社会協会の理事も務めている。また、 民社党は、キャンペーンガールを公募していた時期もあり、その中からは、女優の市川翔子や、後にブルーリボン賞主演女優賞に飾られた、片岡玲子などを輩出した。1980年代後半から1990年代になると統制が行き詰まり、看板の制作理念だった、福祉国家路線も、日常生活に密着した個別具体的な、 福祉施策としては公明党の福祉社会トータルプランに先起こされ、かつて福祉国家を完全否定していた共産党、社会党左派や別の角度から否定していた自民党と中央、地方官庁も生活要求型の福祉スローガンを掲げたため次第に独自性を失っていった。そこで民社党は労働福祉をメインとする観点から転換を模索した。 消費者に的を絞り、宮沢内閣が打ち出した資産倍増論のベースだった生活大国づくりより数年前に生活先進国づくりという概念を打ち出した。組織労働者もしくは未組織を含めた労働者を軸としながらも、そこには収まりきらない幅広い層の国民にアピールすることを狙った民主社会主義の新解釈とも言えた。経済力は世界、 第2位ながら、庶民の暮らしぶりはその水準に達しないのは、消費財を含む内外価格差のためであることに目をつけた。しかし自民党との連立志向が強いカスが、塚本、大内派と、社交民連による政権交代を目指し社会党の現実路線転換の遅れに目をつぶる佐々木、長末、米沢派の構想が激化し、十分に議論を深められなかった。 1987年の連合結成による労働運動の理念的統一で、それ以降、社会党、民社党、社民連、連合参議院などと、社会民主主義イコール民主社会主義勢力結集の社会的基盤が整い、ようやく西欧的福祉国家路線の国づくりをする土台が出来上がろうとした時期はあった。しかし社会党が結果として、与党、 自民党の議席ではなく、他の野党の議席を奪ったために、社交民路線の社会民主主義勢力を主体とした、政権交代の可能性をさらに遠ざけてしまった。さらに近親増応もあり、民社党は、社交民路線による、非自民、非共産連立政権成立と、政策転換を捨て、自公民路線、プラスアルファの、 政策転換なき政権交代に巻き込まれていった。1990年代前半の政治改革と称する流れの中で、社会党も委員長が国体政治に肯定的な田辺誠、山花貞田夫と代わり、連合会長の山岸明も加わって、小沢一郎グループとの連携を選択して、小選挙区制導入に邁進した。ただし、 社会民主主義イコール民主社会主義はヨーロッパ各国で1990年代以降も続々と社会民主主義イコール民主社会主義政党による中道左派政権が誕生するなど新自由主義的経済政策による格差拡大などの市場の失敗が批判される中で対立軸として価値が見直されたまた敵対していた共産主義は 1980年代以降の冷戦の終結及び党をソ連共産権の崩壊により衰退し日本でも大きく力を失った一方で民社党に代表される中道勢力自体は衰退したものの新進党解党後に発足した新党由愛が母体の一つとなった民主党は自民党に対抗する二大政党としての立場を確立また 民主党が掲げる理念には民主中道など民社党の理念に近い部分もありさらに労働運動においても連合の方針はほぼ同盟のものを踏襲しており結果として民主党連合の中に民社党同盟のスタンスが承継されたと捉えることもできる2016年に民主党から解消し結成された政党である民進党は 2017年の衆院選直前に小池由里子代表率いる希望の党と枝野幸男代表率いる立憲民主党に事実上分裂した。2018年5月7日には希望の党所属の衆議院議員の大半と参議院の民進党議員が中心となって国民民主党を設立した。その際参議院民進党に在籍していた。 旧総評系の組織内議員や一部のリベラル系議員は民進党を離党して立憲民主党に参加した。国民民主党に残留した連合の組織内議員は旧同盟系が大半となり民社党、同盟の流れは国民民主党に受け継がれることになった。ありがとうございます。